どうもセントラル TV です。今回もよろしくお願いします。一つご報告がありまして、前回の、動画なんですが、なんと、過去最低の、伸びを更新しております。ありがとうございます。今回は本当は最近ドラマでちょっと大好きな真犯人フラグの、をイメージした、動画じゃないわサムネにしたんで結構いいかなと思ったんですけど、完全に滑った感じになりました。まあいろいろと原因があると思うんですけど、まあサムネがちょっとあれなのかなと思いまして、またちょっと今後気をつけていきたいと思ってます。それでは、今回の、トレーニング紹介やっていきましょう。どうぞ。はい、トレーニング紹介の方をやっていきたいと思います。今回は、いろんな局面を作るトレーニングになっています。形としては3対2をするんですけれども、全員がそれぞれ違うアクションを起こしてから、プレーに入ってくるもんですから、いろんな状況が起きます。それを、瞬時に判断しながら、できるかどうかっていうのが、このトレーニングのポイントになってきます。では説明していきます。まずはじめ、この選手ですね。この選手がスタートの選手です。で、この選手から、まず真ん中の選手にパスを出して、スタートするんですけれども、パスを出した選手はハードルをジャンプしてコーンを回って、オフェンスと。で、この選手もハードルジャンプしてコーンを回ってオフェンスと。で、この選手はコーンを回ってディフェンスとして入ってきます。で、この選手はコーンを、回ってからしか入れませんので、若干遅れて入るような格好にはなってます。で、ここで重要なのは、状況によるんですけれども、例えばこのような状況になれば2対1ですよね。2対1だし、この子が、まあ、反応よく入ってこれた場合は3対1が生まれます。で、逆にこの子が忘れていて止まっちゃって遅れている場合だと、今度こっちの場面での2対1も作れますし、この子が入ってこれば2対2。本当にいろんな場面が想定されます。もう特にそれ以降はルールはないので、本当に入る時の、みんなの反応によってどんな場面が生まれるかっていうのが様々生まれるという状況です。で、その、ディフェンスの位置を見て、オフェンスの子は素早くアクションを起こせるかっていうのがすごく攻撃の鍵にもなりますし、ディフェンスの子は逆に、仲間が遅れているんであれば、どこにポジションを取ってまず守ろうかっていうことも考えられるというような、トレーニングになっていますので、まあ、とてもテクニカルでもあり、すごく面白いトレーニングになりますので、ぜひ、参考にしてみてください。それでは、実際の動画ご覧ください。セントラル食堂の開店です。どうぞ。はい、これは、トレーニング開始時にはよく起きる現象です。みんなが遅れてしまって、結局キーパーと1対1にいきなりなってしまってます。
はい、ここは、3対1ができる状況ですね。で、ディフェンスの子、この青、オレンジのスパイクの子なんですが、まずは、真ん中を取りながら、ちょっと左を切ってますね。左切りながら、セカンドが来るのを時間作って、パス出たと同時にもうすぐ寄せると。で、本当は、そのパス受けた、子も前にコントロールしたらシュートを打てたんですけどね。はい、この場面ですが、最後シュートを打った子なんですけれども、セカンドディフェンスの、位置を見て中にポジションをほら入ってきてますよね。中に入ってくることによってもうすぐシュートが打てる状況を生んでます。いいポジショニングだったと思います。はい、ここは、ディフェンスですね。ディフェンスがすごくいいバランスを保ったので、紹介したいと思います。いい形、はじめこのディフェンス1枚なんですが、左しっかり切って時間を作ってる間にセカンドが間に合って、でここでお互いのバランスを距離感を空けすぎないということですよね。真ん中も切りながら両サイド切りながらで1人がもう切りながらもプレッシャーかけちゃうということができたので奪うことができました。はい、ここはオフェンスのもったいないシーンですね。まずここで打てそうなんですが、まあ、あえてやめて戻します。で戻された選手も何するか特に決めてなかったんですね。なんで、また持って戻します。みんなダイレクトっていう意識がないんですよね。なので結局こうなってしまいました。はい、反対にこちらは、いい方ですね。ディフェンスの隙間をしっかりパスを出して、ここで入りはしなかったですけど、しっかりダイレクトで打とうとしてます。このセンスは素晴らしいと思います。はい、今日のまとめです。今回もありがとうございました。まあ、いろんな局面が作れるのでぜひ楽しくやってみてください。まとめにも書きましたけど、オフェンスチームでローテーション、ディフェンスゴールキーパーチームでローテーションをさせて、勝負なんかさせても面白いかもしれません。ぜひやってみてください。あとは、ちょっと今度考えているのが、トレーニング、担当したトレーニング、コーチに、トレーニングポイントなんかを聞いてみようかななんて思ってるので、またぜひ楽しみにしててください。それでは、また次回よろしくお願いします。さよなら。